こんにちは。こんにちは。秀勝さんです。狩野先生です。笛をね、はい、吹かなくてもいい笛か悪い笛か見分けられないかな。笛の、ね、見た目ですか。そうそう、外観で、そのあるいは外観で見ただけで、あ、この笛はこういう音がするって分かんないかな。私の分かると、分かるとネットで選ぶの楽なんだけどなとかね、ヤフオクでね結構出てるんですよねという話があったりするんですが、風営はどこ見たらいいですかね。写真だけで言いますと、うん、まあ、よく、まあ、オークションだったりとか、うん、まあ、そういったところですと、まずはその全体のバランスですかね、うん、まあね、見ただけである程度、うん、ある程度笛を見てると、はい、なんかこれはちょっとおかしいんじゃないみたいなのありますよね。たまにあるのでありますよ、ね、やっぱその見た目のバランスが取れてるかどうかみたいなのは一番最初に入ってくるかなと思うんですけども、そうですね、はい、本当はね、なんか本当に見なくても笛の音が、見なくてもじゃない、吹かなくてもね、見ただけで想像できたら、ね、いいだろうなとか思いますけどね。うん、まあ、それは置いといて、はい、じゃあ笛をね、はい、あの、まあ、実際服も吹いて変えるもんだと、はいはい、それは前提に置くんですが、はい、なんかこの笛とこの笛はどこが違うのかなって、あるいはこの笛はこうだからこういう音が出るんだなっていう見方、はい、ここの穴がこうだ、この歌口の大きさがこうだから、あるいはこの形がこうだから、はい、あるいは中を覗いて、あ、どこがどうなってるか、あ、中覗いた時ってよく秀勝さんこうやって覗いてますけど、はい、でうーんってなってるけど、はい、どこ見てんですか。説明ちょっとさせていただきますね。これあれかな、企業秘密かな。いや、企業秘密でもないのでちょっと説明させていただきますと、まず笛、まあ、買う時に触れるもんだとした時に、笛を持ってみて私が見る場合ですけども、その竹の質がどうかっていうところですね。いろいろ笛があると、軽い笛、自重がですね、軽い笛だったり重い笛だったりっていうところがあると思うんですけども、まあ、その硬い音の笛が欲しいのか、柔らかい音の笛が欲しいのかで変わります。で、重い笛のが硬い音はします。で、軽い笛の方が柔らかい音がするっていうような見方をまずしますね。で、あと、まあ、軽い重い関係なしにですね、竹の肉厚ですね、これがどのぐらいあるかっていうのを見ていきます。で、まあ、私の感覚ですけど、厚みがある方が音を密度を上げられるっていうふうに考えてますので、まあ、その辺を確認したりしますね。あとはその歌口ですね、歌口が、まあ、基本楕円型が多いかとは思うんですけども、まあ、丸っぽい形なのか楕円っぽいのかっていうところを見ていきます。まあ、これは好みかなと思います。あとは歌口のこのエッジの部分ですね、エッジの部分がどれぐらい取ってあるかっていうのを、これはカメラだと難しいですけど、この息が当たるこの壁の部分の厚みだったりとか、角度ですね、まっすぐが私は理想ですけども、まあ、能管なんか見るとこんな感じの壁が、白部屋こう出すとこんな感じだったりとか、あと祭りの笛だとハの字型になってたりとかっていうのがあると思うんですけども、まあ、好みになってしまうのかとは思うんですけども、いろいろオールマイティにできるのはやっぱストレートの方にかなと私は思います。で、まっすぐな壁があってこう入ってくるわけですね。で、ここもどのぐらいR がついてるかっていうのも見たりします。あとはですね、まあ、指穴の形もやっぱりまん丸のものと楕円のものとあると思いますけども、まあ、あんまり私はそこまで気にして実際見たことがない、見たことがというか違いを考えたことはないんですけども、やっぱ抑えやすいのが一番じゃないかなと思います。あと見るとこ、あとこう、さっきの重さの話じゃないですけど、こう竹の質量を見るのにちょっとこうコン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 やってみたりしてたりっていうのはありますかね。
あとそう、中を覗いた時ですよね、うん、はいはいはい、中を覗いた時、まあ、どこを見てるかっていうとですね、全体的な竹の形状を見てるわけですね。で、こう缶尻からこう覗いた時に笛の中がこう、まあ、まん丸が一番理想なんですけども、こう横になんて言いますかね、おまんじゅうみたいな横の形の笛っていうのは、なんて言ったらいいかな、まあ、抜けで言いますと、タメが効いてる笛って言ったらいいでしょうかね、水槽感重めっていう感じですかね。水槽感近くなるんですかね、その近くなるんです、鳴りが、はい、鳴りがね、で逆に覗いた時にこう縦長な感じの笛っていうのは、水槽感があまりなくて抜けがとてもいい笛、遠いんですねきっとね。そうですね、その高音域が鳴らすのが遠いんですね。で、そう、こっちの横の方はだ低音も出しやすいんですよね。低音出しやすいけど高音も出しやすい感じですね。まあ私の作り方なんかもしれないんですけど、私の笛はそうですね、はい、って言ったところを見てますね。それはいろいろ、そのこういうのは、はい、いろいろやってみて、はい、その結果そういう形なんですか。そうですね、丸だけじゃなくて例えば三角にしたらどうとかっていうのはあるんですか。三角もあります。あるんですか。三角は三角でちょっと面白いやっぱ音色の笛が、そうなんですか、できますね、うん、なんかね、そういうこと知らないでね、私なんかこうやって覗いてもね、どこ見ていいんだかっていうと基準がわからないんですよね。昔こういうのありましたよね、こうやってゴルフであのパターをするときにこうやって見て穴を見ないでこのパターを見てたっていうそういうなんか漫才があったような気がするんですけど、本当に見どころわからない、目の付けどころがわからないとね、どこ見ていいのかわからないですよね、うん、そうですね、そういうところ見てんですね。そうですね、実際中っていうのは削って、はい、漆は1回2回ぐらい塗る、いや、あの4回から5回、4回ぐらい塗るんですか。4回から5回ですね。それは1回塗るたびに削ったりはしないんですか、磨いたりは。研いだりします。水で研いだりしますね、はい、それは吹きながらその水槽管を試しながら響きを試しながらそういうことをやっていくんですか。そういう、そうですね、そういった場面もありますね、はい、やっぱりなんて言いますかね、掘った状態と塗った状態だと変わるので、うん、でなんて言いますかね、効率よく笛を作るために最近はそのですね、塗った後を仮定して調律をしていくような感じをとってますね。あ、それが想像できるからですよね。そうですね、想像してっていう感じでやってます、ね、そう、昔私オカリナ作ったことがあるんですけどもオカリナってその乾燥すると、いや、まあ、焼くとですね、ちっちゃくなる、半音高くなるんです、ほぼ。でそれを想像して調律するとかね、そういうのをやりましたけどね、まあ、それとはちょっと次元が違うと思うんですけども、そういうことが想像できるっていうのはやっぱりすごいですね、やっぱその笛を買われる方はその音色がどんなのか欲しいかっていうので見る笛は絶対的に違ってくると思うので、まあ、その柔らかい音がいいのか硬い音がいいのかっていうところですけれども、でもあれどっちでしたっけ、硬い音の笛は硬くも吹けるし柔らかくも吹けるんでしたっけ。うん、まあ、はっきりしてる笛ね、まあ、輪郭が作りやすい笛っていうのは、はいはいはい、まあ、両方できる、やりやすいと思うんですけども、うん、わーって広がっちゃう笛はまとめるのはなかなかちょっとできないかなと、私の技術ではできないかなと思うんですが、うん、柔らかいのは結構ね、ホワホワしちゃう感じのところが、ね、でもそういう音を求めて、ね、ね、買われる方も作ってくれ欲しいって言われる方もいらっしゃる、うんうん、それはひょっとしたらその竹の産地ででもそういうことは可能なんですか、こういう笛を作りやすい、そうですね、うん、その竹の産地だったりとか、品種で変わりますね。そうなんです、その一般的に篠笛って言われる笛の中でも実際には竹が2種類使われてまして、一つはその大名竹と言われる竹ですね。これは篠竹とはまた別の竹ですね。一つはその大名竹と、もう一つは一般的に言われます篠竹って言われたり目竹って言われたりする笛ですね。でこの
材料が違くて、同じ作り方をしてもやっぱり同じ音にはならないですね。元の性格、竹の性格が違うので、でまあそういったところを使って欲しい音色を作っていくみたいなことをやってますね。はい、まあね、それは経験がないとね、いわゆる蓄積がないと、そうですね、分からないんですよね。そうです。私もなんか違うな、ずっと同じ竹だと思ってたんですけど、なんか違うなと思って、その竹の図鑑を買ってですね、うんうん、その実際の竹を見てたら、やっぱり違うわと思って。やっぱそこではっきりその自分の中ですっきりしまして、そこからちゃんと作り分けがこうやりやすくなったといいますか。そうなんですか。はい、そうなんです。あの、私思うんですけど、はい、いわゆる見えるかな、これ吹き、こういうふうに吹くんですけど、外側の壁ですよね、はい、いわゆるエッジって言われるところの、はいはい、そのいわゆる幅というか面積というか、それは竹の肉厚によって変わるわけじゃないですか。はいはいはい、ね、で そこに、まあ、息を吹き込むわけですけども、いわゆるなんていうんで変身っていうんでしょうかね、角度が変わりますよね、吹き方によってね。変わりますね。まあ、ちゃんと吹ける人は変えられますよね。はいはい、ね、それちょっとポイントですけども、なかなかその一本調子になってしまうと音色を変えられないとか、そういう人って多分同じ方向で全ての音を吹こうとしてるんですけども、一音、厳密に言うと一音一音この角度違うんですよ、吹き込み方。笛ほぼ3オクターブ近く出るんですけども、全て違うんですよ、吹き込む角度が。でそれが台下の方に行くと、ずっとそれが延長線上になかったりするの。この音は違う方向に吹かなきゃいけないとかっていうのはあるので、そこはちょっとね難しいところなんですけども、で同じように吹かなければ、もうちょっと皆さん上達するかもしれません。ちょっとヒントね。でそれでですね、この外側のこの壁の厚さ、これは笛師の方からするとどういう形状、先ほどいろいろこうなったりこうなったりとおっしゃってたじゃないですか、はい、今の秀勝さんがいいと思う形状っていうのはどうなんですかね。壁はまっすぐが、まっすぐ、まっすぐがいいと思ってますので、まっすぐに作ってますね。でその壁からこう外側、ここのエッジの部分も大事ですね、この外側ので、まっすぐに来て、まっすぐのところからグッとこう、うん、R がしっかり入ってるっていう笛が理想的だと思ってますね。そこの壁のいわゆる厚さというのは、はい、取れた方がやっぱりいいと思います。厚いとですね、やっぱり作ってて思うのは、厚いとその低音がすごく出しやすいんです、ね、うん、はいはいはい、で高音がちょっときつい、きつい。で逆に薄いと高音がすごく楽なんですけども、低音が出しにくいっていうような感じで、ひょっとしてそのエッジのいわゆるこの長さというか厚さは同じにして、はいはい、ここのいわゆるエッジの角度をちょっと鋭くするとかっていう裏技もあるんですか。方法もテスト的にやったことあるぐらいで、たくさんはやったことないんですけども、まあ、エッジが鋭い方がいいのは確かだと思います。あとはその、フルートの方でいうアンダーカットですか、うん、はいはい、アンダーカットを少しは、こう吹いた時にこっち側だけ入ってた方がいいとか、いろいろやって、うん、やったりしたことはあるんですけども、はい、そうですか。それでだいぶそのアンダーカットとショルダーカットに関してはかなりそれで、吹きやすさが格段に変わるんですけども、うん、音がまとまんなかったりしますよね。そう、グッと詰めようと思った時にあんまり入れない方がいいっていうのがあるんですよね、うん、もうなんかどこまでも行っちゃって、あれどこで帰ってくるのっていうのがね、どこまでも入っちゃうからストップが効かないんですよね、まあ、それは気持ち悪いな、私は吹いてて気持ち悪いんですけどね、うん、っていうのがありますね、うん、竹の笛は特にそこのところあるかもしれないです、そうですか、うん、先生もやっぱりそのこう笛が並んでたとしたらば、まずはやっぱ見た目で入るんですよね。まあ見た目、まあ見た目というかね、まあ、奥へのオーラみたいなのは ありますよね。ありますよね。ヤフオクなんか見ててもね、あ、これは絶対いいよなと思う笛は、もうヤフオクで私 何十本じゃなくて100本以上買ってるか、落としてるかな。でもね、やっぱりあんまり間違いないですよね。あ、この笛はいいだろうなと思うのは、うん、
届いてもあんまり間違いないかなっていうのはあります。あんまり大外れっていうのはあんまりないですね。中にはありましたけど、あ、これ絶対偽物だよな、この名前を語ってるよなみたいなのもありましたけど、でもあんまりないかなと思いますね。もう見た目がいいものはね、目利きが名人になっちゃうんですか。いやいや、そういうんじゃないですけども、やっぱりでも音にこだわる人っていうのはちゃんと綺麗に作るんじゃないですか、外観も。と思いますね、はい。音はめちゃくちゃすごいけど、うわちょっと触んの嫌だなみたいな笛ってなかなか見ないですもんね。そうですね。そういう笛はね、うんうん、なるほど。 あとね、何ですかね、そのいわゆる秀香さん、間だけ笛をね、はい、非常にその力を入れてらっしゃいますけども、はい、間だけに求めているものと忍だけに求めているものの違いは何なんですか。はい、間だけに求めているのは、まあ、あの尺八の音色ですねっていうのを求めてますね。やっぱ材料が、まあ、尺八みたいな音は出ないんですけども、うん、まあ、より、尺八、よく普通の忍よりかは尺八よりの音を出せるようにっていうコンセプトで、作ってまして、忍に関してはより間だけの笛に近いところが出るようにっていうところ、まあ、トータルするとあの尺八の音が好きなので、うん、はい、っていうところですかね。はい、なんか特別変えてることってあるんですか、作り方で。作り方で変えてるところはですね、中の塗りが間だけの方だけ忍とは違うものを塗ってあったりしますね。はい、それはもう硬くするっていう意味、硬くする、平らにするっていう意味、地ですね、尺八でいう地っていうのが入ってますね。まあ、硬くするというか、まあ、漆塗りの地なのでそれが入ってないと乗らないっていう理由だったりとか、うん、あとはその硬くするっていう点でも、まあ、いい点ばっかを取ってそれをやってますね。はい、そうですか。まあ、そこの違いかなと思いますね。思いますねというか、そうですね、うん、はい、そうですか。はい、あとあれですね、その秀香さんも全て中は漆ですよね。全部、はい、本漆っていうのは、はい、そうです ね。なんかね、先ほど見せてもらったこれかぶれてましたけどね。かぶれてます。かゆいんだそうですよ。見えるかな。プロでもかぶれるという。かぶれます。漆と、はい、あるいはその人工漆ってあるじゃないですか、はい、カシューとか、はい、あるいはなんか化学塗料みたいなのあるのかな、はい、使ってる人、はいはい、それの違いってやっぱりあるんですかね。相当耐久性が違うかなと思います。一つはまずは、うん、それは漆の方があるっていう、一番漆が耐久性があるかなと思います。なんかちょっと素人考えると化学製品の方がなんかその自動車に乗るような塗料とかああいうものを持つんじゃないかなとか、はいはい、ね、うんうん、思うけど、まあ、ね、そのどのぐらいの耐年数かっていうその化学系の方は何年か調べたことはないんですけども、まあ、漆の方はまあ日差しですね、日光に当てない限りはもう半永久的に使える、もう人の寿命よりかははるかに長い、あのね、農家なんか何百年も、ね、そうですね、経ってるわけですからね。どこだったか忘れましたけど、縄文時代の土器が発掘されたですよ、うん、でその土器に赤い漆がこう縄文時代のものが埋まってとそのまんまの状態で出てくるっていう、あ、光に当たらなければ、そうですね、うん、あ、そう、あの全然別の話ですけど、あの日光の陽明門があるじゃないですか、陽明門って何年か1回、何十年か1回に塗り替えするんですけど、はい、あれは日差しのせいですね。あ、まあ、もろに紫外線、紫外線ですね、うん、紫外線当たってしまうので漆が劣化して塗り替えを何十年に1回やっていかないとっていうところですね。あ、そうなんですか。うん、耐久性と、あとはその本漆って生きた塗料って言われてまして、うんうん、そのまあ、笛になった状態です、乾燥はしてるんですけども、乾燥というか硬化ですね、硬化はしてるんですけども、本来の意味でいう硬化は10年かかるって言われてるんですね。うん、で硬化にはその温度と湿度が必要で、20度から25度の温度と湿度は、まあ、70% から 80% の湿度が必要なんですね。でその条件が整って初めて硬くなるんですね。で笛は特に服じゃないですか、はいはい、で人の体温と露がたまるじゃないですか、その環境っていうのが中がとても固まりやすい環境でして、
でこう吹いててこう音が変わったなとか水槽感変わったなっていうのを感じる時があるかと思うんですけども、本漆の場合は漆も動いてるんですね。こう固まろうとしてるんですね。それなのでこう増え、まあ、竹も振動数が増えてなるようにはなるんですけども、まあ、漆もこう固まろうと言ってくれてる状態ですね。だいたい何ヶ月ぐらいするとあちょっと落ち着いたなっていう感じになるんですか。吹いた状態で3ヶ月おきぐらいでこう変わってくる感じがしますね、私の感覚で言いますと。で、一回その梅雨を越すと安定する感じがありますね。じゃあ1年はっていうことですかね。そうですね、梅雨のその状況、梅雨の気候が漆の効果に最適な状態と言いますかね。日本の梅雨ね。そうですね、蒸し暑い感じが漆がこう固まるっていうような感じがありますね。そうですか、はい、それも吹いてないとダメですね。ただ飾っとくだけじゃね。そうですね、吹いた方がいいですね、特に冬は吹いた方がいいですね。皆さん練習してますか。練習しないとダメですよ、やっぱりね。1日5時間とかね、6時間とか吹かないとダメですね。そうですか、まあそんなとこかな。じゃあそうです ね、またね、なんかマニアックな、そうです、お題を見つけて、はい、やりたいですね。やりたいですね。じゃあそういうわけで秀勝さんでした。狩野先生でした。どうもありがとうございました。